オリンピック随時更新聖火リレー競技開始2月2日の動き2022年2月2日北京オリンピックは4日の開会式に先立って2日から競技が始まり現地午後8時日本時間午後9時過ぎからカーリングの混合ダブルスが行われます現地の最新の情報や 日本選手の動向などを随時更新してお伝えします。北京との時差は1時間、現地時間は日本よりも1時間遅くなります。カーリング、本橋マリさんが選手へエール、カーリング女子の日本代表、ロコ・ソラーレで代表を務め、オリンピック出場経験のある、 元橋真理さんがオンラインで会見し、勝負どころのメリハリをしっかりつけて、北京オリンピックを維持でも堪能してほしいと、選手たちに向けてエールを送りました。スピードスケート、高木奈々が意気込み、現地11時30分、スピードスケートの高木奈々選手は1時間余りの練習の後取材に応じ、 4年間やってきたことを氷の上で表現したい。最高の滑りができるように自信を持って氷の上に立てるようにやっていきたいと話していました。高木奈々選手は今大会女子団体パシュートと女子マススタートでオリンピック連覇女子1500メートルでメダル獲得を目指します。コロナ陽性で出場できず クラマー、ただ虚しいだけ。新型コロナウイルスの検査で再び陽性となり、北京オリンピックに出場できなくなったスキージャンプ女子オーストリアのマリタ・クラマー選手が自身の SNS に胸の内を投稿しました。最新の注意を払ってきたので、最初は信じられなかった。言葉もなく、感情もない。 ただ虚しいだけ。世界はこんなに不公平なものなのか。オリンピックに向けて準備を重ねてきた。エネルギーも時間も注ぎ込んで夢を叶えようと励んできた。たった一日の間に私の夢がどこかへ行ってしまったようだ。少し休んで新しい夢を見つけ、また私自身の心に火をつけたい。 二十歳のクラマー選手は今シーズンのワールドカップでここまで6勝、日本の高梨沙羅選手のライバルでした。先月29日中国へ出発する前の最後の PCR 検査で陽性と判定され、その後自宅で PCR 検査を受けた結果、再び陽性と判定されたことから、 中国に入国できなくなりました。オーストリアのオリンピック委員会は1日、クラマー選手を代表メンバーから外し、北京大会に出場できなくなりました。フィギュアの坂本らが北京へ出発10時30分ごろ、フィギュアスケート男子シングルの宇野昌磨選手と鍵山優馬選手、 そして女子シングルの坂本香里選手と樋口新馬選手が北京へ向けて羽田空港を出発しました。スピードスケート高木美帆ら競技会場で調整、現地10時、北京市内にある国家スピードスケート館ではスピードスケートの日本代表が練習をスタートさせました。 今大会5種目に出場予定で複数のメダル獲得が期待される高木美穂選手は陸上でのウォーミングアップの後中長距離のメンバー4人と共に滑り始めました。そして練習を始めて15分ほど経ったところでスーツをかぶって500メートルをトップスピードに近い速度で滑りました。 高木選手は500メートルを滑った後一回リンクから上がって靴を脱ぎ、コーチと話したり、足の裏を自分でマッサージしたりしていました。そして15分ほど休憩した後リンクで練習を再開。団体パシュートのメンバー、高木奈々選手、佐藤綾乃選手と時折声を掛け合いながらリラックスした様子で、 体の動きを確かめました。練習の最後にはスタートの動きを確認し、高木選手は2日のの表情での練習を1時間余りで終えました。スノーボード村瀬などコースの行き質確認、現地9時30分過ぎ、スノーボードスロープスタイルとビッグエアの日本代表が、 河北省カルガン口にある会場のケンティンスノーパークで練習を始めました。2日は男女合わせて7人が練習し、女子でメダル獲得が期待される村瀬慎浩二選手や鬼塚宮美選手などが何度もエアをするなどしてコースの行き出を確認しました。また男子代表の大塚健選手や 国武大光選手なども会場のコースを何度も滑って雪質や状況を確認。選手たちは3時間ほど練習をして昼過ぎに会場を後にしました。聖火リレー始まる現地9時30分ごろ、北京オリンピックの聖火リレーの出発式が北京市内のオリンピック森林公園で行われ、 2日から4日まで3日間の聖火リレーがスタートしました。聖火リレーは北京や隣接する河北省のカルガン口の合わせて12の区間で行われ、14歳から86歳までのおよそ1200人が参加します。オリンピック随時更新聖火リレー競技開始2月2日の動き、 2022年2月2日、北京オリンピックは4日の開会式に先立って2日から競技が始まり、現地午後8時、日本時間午後9時過ぎからカーリングの混合ダブルスが行われます。現地の最新の情報や日本選手の動向などを随時更新してお伝えします。北京との時差は1時間。 現地時間は日本よりも1時間遅くなります。カーリング、元橋真理さんが選手へエール。カーリング女子の日本代表、ロコ・ソラーレで代表を務め、オリンピック出場経験のある元橋真理さんがオンラインで会見し、勝負どころのメリハリをしっかりつけて、北京オリンピックを一でも堪能してほしいと。 選手たちに向けてエールを送りました。スピードスケート。